お待たせいたしましたそれではこれより次の講演に入りますここからの押田様杉山様のご講演並びに14時40分からの山口様のご講演は時間の都合上会場からの質問時間は省略させていただきますご質問のある方は名刺交換なので個別にご質問ください ご講演いただきます。押田様はファームウェアプログラマとしてコンピューターエンジニアのキャリアをスタート、スカジーストレージの試験ツール作成でルビーデビューされました。試験結果閲覧ツール作成でデイルズデビューをされ2009年で一旦ルビーを離れられるんですが、2015年に松江に移住されてからルビーに囲まれる日々を過ごされています。 杉山様は1976年東京都の生まれ専門は惑星気象学情報地球惑星科学理学博士でいらっしゃいます北海道大学修了後ポス独として九州大学国立天文台北海道大学 JAXA を経て2016年4月から松江高専情報工学科准教授として活躍なさっています 学生時代からフォートランで木星などの惑星大気の数値シミュレーションモデルを開発しつつ Ruby で得られた数値データの解析を行ってこられました近年は IoTRubyMRuby スラッシュ C などを活用した観測システムの構築に興味をお持ちとのことです 本日は高専の授業に MRuby スラッシュ C を取り入れたプロジェクトの指導と将来展望と題してご講演をいただきます。それでは押田様杉山様よろしくお願いいたします。はいえー、ご紹介いただきました、えー、こういうタイトルで発表をさせていただきたいと思います。えー、まずプロジェクトですが、えー、これはですすがこれれはね、まあ、書かれている通りスラッシーを 構成の事業で組み入れようそういうプロジェクトとして行っておりますシマネソフト研究開発センターさんモンスターラボさんそして我々三社で今取り組みを進めているところです今日は講演者二人おりますが私の方から全体的な話をさせていただいて後半の方では来年度の実践事業に向けていくつか捉えられるやってますんでその 途中経過学生の反応等々をお話ししたいと思いますまず私は先ほどご紹介いただきました通りで杉山と申します専門は惑星の気象学とか地球惑星の情報関係の話をしておりますもともとは大気のモデルをフォートランで書いてスパコンで動かして それでその得られた結果 Ruby で解析するみたいなことを長年やってきてまして最近は IoT を活用して観測システムを作りたいどうやったらいいんだろうかこういうのを考えたりしておりますなんであの IoT と地球惑星科学みたいなの結びつくのっていうとですねあのまあ私がとりあえずこうポンチで作ったのこんな感じですが昔はいろんな観測をしたい何かしたいと思ったらまあ大体数十万円数百万円 えー、大きな装置置をいてようやく何かが分かがる、まあ、そういうようなことが普通でしたところが今、えー、マイコンとかセンサーが安くなって性能が良くなって本当に誰でも簡単に、えー、観測できる時代になったと思いますそのおかげもあってですね IoT 化した開発観測機器はまあ一、まあ、声1万円ぐらいあれば、えー、できるようになりまして、えー、お小遣いでできる、えー、お昔みたいな大きなお金があればたくさん 観測できる、まあ、これはですね我々みたいな何か測って何かやりたいものにとってはとっても大きな福音でして IoT を活用して面白い観測をしたいとこういうようなモチベーションが非常に高いですで高専に行きましてからはじゃあそういうモチベーションをもとに今ですね OSS リテラシーっていう授業がありまして、まあ、Linux とか Git とかあのあたり詳しくやりますがそこをですね IoT 演習みたいな形に組み替えまして、えーまあ、今はですねラズパイでセンサーつないで測りますデータを集積する方のサーバーの構築を一通り行います出てきたデータを統計処理を Ruby とか使ってやりますあと可視化とかを行います、まあ、こういうような事業をやっていきます。 結果としてです、ね、今松江高専内の50教室ぐらいはこういうセンサーが入って常に環境モニタリングされ空調の管理とかで使われておりますでまあこういうふうにやっていったわけですがやはりですねここラズベリーパイとか使ってる限りはどうしても電力の問題から逃れられませんで新しく来年1個事業を作っていいよって話がありましたんで そこで、ですね、ここの先ほどの絵の、えー、センサー側ですね、ここを、えー、マイコンで置き換えよう、でマイコンで置き換えて、えー、そのいわゆるそのプログラミング、特に MRuby スラッシーを活用したような、えー、ところをやろうというような形で、今、あの来年度の事業を、えー、計画しております。えーまあ、どういうことで、学生はこれをやって、えー、さらに、えー、そのここを置き換えたようなこと。 今後やっていくというようなことを計画しております。で、えーまあ、目的と、我々、えー、そういう意味では、MLB、えー、スラッシーのプログラミングを事、まあ、業に組み入れようというところで行っておりまして、で実際に、えー、今年はですね、事業のための環境整備というような取り組みを行ってきました。えー、学習ボードを作ったり、教科書を整備したり、実地検証したり、えー、このようなことを、えー、逐一やっております。 われわれの方ではででねこういうふうに ESP32 マイコンに必要な装置とかそういうのをつないだようなボードを今用意してましてこれをもとに事業を進めようというようなところを大体準備が進んできたところです次に教科書の方ですがやはりですねサンプルコードプログラムのコードとプログラムというのはやっぱそれ自体は素晴らしい教科書でして そういう、まあ、教科書としてのサンプルコードこういうのを今整備しているところですモンスターロボさんのご協力のもとで今年は Wi-Fi だとかリアルタイムクロック液晶ディスプレイ温度室センサーこの辺りのプログラムがだいぶできまして近い将来これらはオープンソースとして公開する予定になっておりますあとは各地で MLB スラッシュのハンズオンセミナー等々ありますんでその,周りのマニュアルを入手して 分析して我々のところの実習マニュアルを作っているとそういうそういうような状態ですあとはですねそうは言ってもやっぱり実際に試してみなきゃいけませんので学生有志を何人も集めてそれで実際に演習をいくつか行って演習を行ってみましたこの辺りは後半で押田さんがお話ししますのでちょっとここでは割愛をいたします でえーまあ、こういうような取り組みをしているわけですが、えー、どういう効果があったか波及効果があったかというところですが、えー、やはり、あのー、サンプルコードがたくさん揃ってきてでそれの質的,な質的にも高いものが集まってくると、まあ、学生はあのー、それを見て勝手に勉強を始めるわけですねでしかもですね、周りに Ruby とか mruby.c のコミュニティがあるのでそういうところの人といろいろ会話をして、えー、ますます、あのー、自分の知識を高めたりというようなことが起こりました。 なので本当に学びやすくなり、えー、学生が何かやっていることがどんどん進展してで学生自体も、私ももうちょっとやりたい、えー、卒業しても、えー、こういうものの開発に関わりたいというようなことを言い出す学生が実際、えー、現れております彼なんかは MRuby スラッシーとかスモール B を使って、えー、小学校向けの IoT 教材作りたいと、こんなふうな形でやって、えー、結構いいところまでいっていると思います。 そういうふうにコミュニティとかと一緒になって教育というのはとってもいいことだと思っておりまして私としてはそのコミュニティと一体化したような人材育成というのを今後も目指していきたいなとそういうふうに思っております。でやはりその継,続する継続してそれをやるのは結構なかなか難しいところがあるのでそのための仕組み作りとしてどういうことを事業に盛り込んでおくといいか。えー、そうですね例えばコミュニティに えー、加わっていただけるように例えば講師を招くもちろんそういうことはできますがそれ以外にも何ができないかなというようなことをいろいろ考えております、えー、皆様からのご意見とか、えー、ご協力を、えー、本当にあの心,心待ちというか、えー、いただけると本当ありがたいと思っておりますので、えー、今後ともよろしくお願いいたしますではちょっとあのパート2に移りたいと思います えー、ここからお話をさせていただきます。株式会社モンスターラボの白田です。よろしくお願いいたします。えーっとえー、持ち時間五分でライトニングトークかと思っておりますが、えー、パートツーでお話をさせていただくのは、まあ先ほどありましたように来年度から正式に事業というのを始めるんですけれども、えー、今年度なんどんな準備をしたかということをまあ具体的なところをお話をさせていただきます。えー、何をやったか。 何ができたか、どのようにやったかというところをお話をさせていただきます、でまあ、それをよりどころにです、ねあの、本日、私の皆さんにお伝えしたいのは、まあ主張としましては、学校の授業で MLBC というのは実際に取り組むことができますよということです、あの、まあのま高校以上だったら間違いないと思いますし、中学校、場合によっては小学校でも、えー、実現できるんじゃないかと思ってますので、ぜひあの学校関係者の方はご検討いただければと思います。はい えー、先ほどご紹介いただきましたように、まあ、私あ、ごめんなさい、失礼しました、えー、こんな感じで、えー、とそんなに Rubyist じゃないんですけど、まあ、ちょっと Ruby を今回、機会があってやらせていただいています。えーまあ、先ほどもありましたが、今回やったことはこうのような図の中のです、ね、真ん中のところ、エッジコンピューティングを、えーまあ、マイコンにしましょうと、ラズパイだったのをマイコンにしましょうということをやっています。 で先ほど、ESP32、えー、マイコンを使いましたということがあったんですけど、これがどんなものかというのをちょっとお話をさせていただきたいんですけど、3 2ビット2コアで,で、ね、割と、えー、しっかりしたマイコンです。ロ、え、ム、ー、が4メガあったりとか、ですね、えー、モジュールによるんですけど、ラムが0.5メガ、あるいは4メガとか8メガとかですね載っていいます結構いろんなことができちゃいます。 でしかも、えー、Wi-Fi 乗ってますので、えー、ネットとつながることが、えー、簡単にできる。もちろん IO も、えー、パラレル、シリアル、まあ、UART とかですね、いろいろ乗ってますので、いろんなことを使える。で実際にこの ESP マイコンというのは、えー、結構もう実績がありまして、えー、M5 スタックという、えー、パッケージに採用されていまして、M5 スタックではです、ね、MRuby が動くので、えー、もうジェムも結構出てたりする感じです。 はい、ちょっとここからマイコンのお話になるんですけどモジュール自体はこんな感じで500円で買えてしまいますでこれだとちょっとハンダ付け大変なのでえっ、ー、と下駄というか履かせるとまあ900倍ぐらいになってさらにですねリプログラム等ができたりするような形にするとまあ3倍ぐらいの1500円ぐらいですねで先ほどお話した N5 スタックだとまあちょっと30ドル弱ぐらいな感じになってくるんですけど、えー、これのなんていうか簡易版というのがありまして、えー、まあこれですね これななんでですす。けど、えーまあ、12ドルししいいえてしまいますあのマイコン開発っていうとどうしてもゲジゲジをこういうゲジゲジを使ってっていうことになる気がするんですけど、まあ、そうではなくて1200円ぐらいのものでこうもうマイコンが開発ができるっていうのは非常に何て言うか魅力的なデバイスが、えー、もうすでに世の中にあるということであの小学生でも場合によっては使っていただけるんじゃないかなと思っています。 はい、で開発環境としては Linux を使いましたあの環境を皆さん自分手元の、えー、パソコンに用意してねっていうのちょっと僕はあまり好きではなくてですね USB に Linux を入れて全員が画一的で同じ環境、えー、結果がまあ,ある意味保証されている環境を使ってくださいねというのをやりましたで作業内容ですけれども温、えーまあ、質センサー先ほどできたセンサーを読み取ったりあるいは外部の RTC 書き込んで読み込んで でそれから w i f i につないでサーバーにセンサー値を送信するということを作業内容として、えー、取り上げましたで参加者なんですけど、えーまあ、5年生向けの授業ということなので5年生をメインに参加をいただいてますが、えー、ちょっとなぜか当日行ったら1年生がいまして r u b y クラブということなのでいろいろできそうだなと思ってやってもらいましたで OB の方も1名いらして、まあ、メンターの方だそうなんですけど、えー、やっていただきましたで風景はこんな感じですね 右下の写真はです、ねえー、と電気ポットにセンサーをこう、まあ、投入ができないので上でかざしているところです、湯気の中に入れている感じですかね。で、結果なんですけど、まあ、学生全員が、えー、9名の学生全員がです、ね、全ステップを完遂することができました、えー。右側の方はグラフで、上が温度、下が湿度ですけど、えー、こんな感じでサーバーにちゃんとデータが送れましたということです。 ぴょこっと出てるところが先ほどのそのポットにセンサーをかざしたところですね意外と俊敏にこう反応してちゃんと、えー、セン温度もちゃんと下がってくれましたで、えー、成果なんですけども光線の科目で MLBC を使うことはまあ可能ですし有益じゃないかということを思っております、えー、作業環境に大幅な増資というのは不要でしたで難易度はまあラズバイト大差なく 文字列であるとか連想配列あるいは GC などが利用できましてその後のですね受講後の個人の応用っていうのが期待できるんじゃないかと思っていますアンケートを取りましたえっ、ー、とおおむね右側が良い左側が悪いというところなんですけどあまりちょっと強調してあえて書いてないんですが、まあ、すごく楽しくてラズパイほどむずと大差ない難しさ でやりがいはマイコの方がちょっとだけあるかなっていう感じっていう、えー、感想を得ていますでそれからですね、えー、まあフリーワードでこんなことも頂い,いてるんですけど一番下えっ、ー、と RubyMRubyMRBC、えー、違いを知りたいっていうコメントがありました、えーまあ、説明をしなかったこちらも悪いんですけれどもこれは別の解釈をしていただきたくて要は MRubyC を使ったんですけど Ruby だと思って皆さんやってもらったってことですね これはすごく良かったんじゃないかと思います。まあ、というわけで、えー、駆け足になりましたけれども、えー、ぜひ学校で、えー、MLBC 使っていただいたら楽しいんじゃないかなと思います。ハッピーハッキングウィズ m l b c 以上です。ありがとうございました。